お花紙を使ってラッパ随線の短冊を作りましょう。これがワンセットです。短冊とストラップ金具、台形の紙と蛇腹に折ったお花紙、細長く切った緑の画用紙が5本です。まずお花紙を真ん中で切ります。それを2つに折って図のように持ったら、赤い線で斜めに切り落とします。開いて折り目のところをホッチキスで留めます。オレンジ色の方を開くと花びらが3枚できているので、真ん中をぎゅっと押さえます。反対側も同じようにすると、花びらが6枚になります。オレンジ色の紙だけを破らないように、根元までぎゅっとめくります。机の上に置いて、根元をさらに押さえ、形を整えます。オレンジ色の部分がラッパになるので、先のギザギザした部分だけを切り取ります。同じようにして2つ作っておきます。緑色の画用紙を細長く半分に折ります。折れたら片方の端だけ、先が丸くなるように切り取ります。これを5本作ります。台紙に糊をつけて刃を貼ります。まず両端に1本ずつ、次に少し内側に1本ずつ。最後に真ん中に1本貼ります。刃の先の方に丸い鉛筆を巻きつけて少しひねっておきましょう。台紙とそれより少し上のところまで糊をつけて短冊に貼り付けます。上の方もところどころ糊をつけて刃を貼っておきます。花を貼る場所が決まったら液体糊で貼りましょう。穴のところにストラップ金具をつけて完成です。みんなで作ってずらっと並べると華やかです。ワークショップについてのお問い合わせはコメント欄にお書き込みください。